バーバートン出身の元プロ野球選手。右藤左だ。2004年のドラフト会議に13巡目で、タンパーベイデビルレイズから指名される。2007年6月5日のトロントブルージェイズ戦で、メジャーデビュー。6月10日のフロリダマーリンズ戦でメジャー初勝利。当時弱体だった、デビルレイズの先発ローテーション入りこの年は22試合先発し、 6勝10敗、防御率5.85の成績だった。2008年は、開幕からローテーション入り、4月19日の、シカゴホワイトソックス戦でメジャー初完封勝利をマーク。ソナンスタイン自身は13勝を挙げて、レイズの球団創設発のアリーグ東部地区優勝に、貢献。ポストシーズンでも、デイビジョンシリーズでのホワイトソックス戦。 リーグチャンピオンシップでのレッドソックス戦にそれぞれ、先発、高等し、リーグ優勝に貢献。ワールドシリーズに進めた。しかし、フィラデルフィアフィリーズとのワールドシリーズでは打ち込まれた。2011年12月26日、シカゴカブスと1年契約を結ぶ。しかし、3月26日に FA となった。その後は、野球界から遠ざかっていたが、 2016年には、ナックルボーラーとして、復帰を目指していることが報じられた。マーマル、ウッド、セットツーシーサムアクションハット、MLB、元横浜 D ・ジョンソンに感化、ナックルボーラーとして復活目指す33歳右腕。ありがとうございます。